テレ東。東京池袋で2019年4月、乗用車が暴走し11人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている飯塚幸三被告の6回目の裁判が開かれました。今回の裁判で焦点となったのは、車に異常があったのかどうか、自動車メーカーの見解です。飯塚被告が運転していた車のメーカーの技術者が検察側の証人として出廷し、事故についてメーカーとしての見解を初めて明らかにしました。今回の裁判に出廷したのは、およそ25年にわたって事故車両のデータ解析に携わってきた社員です。この技術者は事故車両の記録装置に残っていたデータについて詳しく説明した上で、車に何らかの不具合があっても暴走するような設計にはなっていない、事故車のデータを見てもブレーキに異常はなかったと証言しました。これまでの裁判で飯塚被告は、車に異常があって暴走したなどと無罪を主張していますが、その主張にメーカー側が真っ向から反論しました。一方、被告の弁護士は証人への反対尋問で、気温の変化によって車の電子制御のシステムに誤作動が生じる可能性を指摘しました。それに対し証人は、寒冷地から砂漠まで様々な場所で車が走ることを想定していると誤作動の可能性を否定しました。飯塚被告は裁判の冒頭は熱心にメモを取っていましたが、次第にその手も止まり、裁判の後半はずっと下を向いていました。妻と娘を失った遺族の松永拓也さんは、裁判後に開かれた会見で結婚指輪を身につけていることを明かし、姿は見えないが二人はここにいる、忘れないでほしいと無罪主張を続ける飯塚被告に呼びかけました。くしくも今日は3月3日でひな祭りの日ですが、もし生きてたらひな祭りを3人でお祝いしたのかななど、やっぱり考えるんですよね。家は、まあ、傍聴席には入っていますけれども、おそらく加害者からは見えていないと思います。で、私は今裁判のたびに、やっぱり2人はもう目に見えないから、ここに結婚指輪を中に一緒に入れて、まあ、ちょっと首にかけてるんですけど、まあ、この会見を加害者は見ているかどうかわからないですけれども、ここにちゃんと妻と娘の姿を見てください。それを忘れないでください。この裁判はあなたの過失について争っている場で、妻と娘の命がなくなって大勢の方が怪我をしたことに対して判決を下そうとしている裁判なんです。次回の裁判では、被告の弁護士や検察による被告人質問が行われ、去年10月の初公判以来およそ半年ぶりに飯塚被告が法廷で口を開きます。被害者参加制度を使って裁判に参加している遺族の松永拓也さんによる被告への質問は、89歳と高齢である被告の体調に考慮し、長時間にならないようさらに次の裁判へ持ち越される見通しです。1年前、飯塚被告はテレビ東京の取材に対し、裁判を理由に明確な答えを避けました。起訴されたことについてはいかが受け止めていらっしゃいますか？亡くなった方もいますので、当然のことだと思っております。被害者遺族に対しては何か一言ありますか？本当に申し訳ないと思っております。運転ミスはなかったという認識はお変わりないんでしょうか？裁判に関わるところなので理解させて。無罪主張を続ける飯塚被告は法廷で何を語るのか、遺族の求める真相は明らかになるのか。注目の裁判は4月27日です。